また会ったな。力じゃあなたにかなわない。ならその腕を利用するだけ。私はアレクサンドリア・モロ。まんざら知らない中でもないし、駅のある話をしよう。当然正直に答えてもらう。まずあなたが何者なのか聞かせてもらおうか。そう、よくわからないが、仲間はあまりいないようだな。それで、ロバート・フォーチュンは今どこにいる？へえ、あれだけ痛めつけてやったのに、逃げも隠れもしなかったとはね。鈍感な男。だが好都合だ。今度あなたに連れてきてもらおう。いい子だ。手を貸してくれたらご褒美をあげよう。あなたはさっき朝顔を集めていたな。あれは特別なもの。煎じて茶に混ぜロバートに飲ませるんだ。そうすればあなたの言うことを素直に聞くようになる。あとは電通院の近くに荒れた一角があるから、そこまで連れてくればいい。わかった。じゃ任せたよ。今日はどんなようだい？それはありがたい。しかし、ごちそうになっていいのかね？ただでさえ君には世話になりっぱなしだというのに。とはいえ、せっかくのお茶の誘いを断るのも気が引ける。どうしたものかな？わかった。そうしようか。こんなと…今日はどん…そうとはいえ、ならお言葉に甘えよう。お茶というのは本当に良いものだ。日本人でもイギリス人でも国境を問わず楽しめる。酒も決して悪いものじゃないが、飲みすぎて体を壊してしまうものも多いだろう。にしても不思議な味わいのお茶だね。出かけるのかい？たまにはどうでもいい。さあ、素敵な花畑でも見つけに行こう。せっかく日本に来たのに、倒幕派のせいでなかなか出かけられなかったんだ。フォーチュン殿だ、急ぎ保護するぞ。君のような強い人が一緒にいてくれたら安心だ。いい気分だ。さっきのお茶のおかげかな。どんな茶葉を使ったんだ？おとなしく彼をこちらへ引き渡せ。助かったよ。花びらがこんなにも。花畑はもうすぐだ。王
告通りというわけか。あの女と接触したのは聞いているぞ。うわぁ、この形をした。うわぁ、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 返したまえ。野蛮人だ。ロバート、待っていろ。よくやった。お手柄だった。あなたとはこの先、良い付き合いができそうだ。それはこれからのお楽しみ。またね。
間違いない、この花だ。ありがとう。君には感謝してもしきれないよ。この花はベラドンナリリーという名前でね、美しい人という意味だ。彼女にぴったりだよ。それからこちらも進展があってね、友人が新たに私の告白に協力してくれるというんだ。紹介するよ。腕の立つ助っ人と聞いていたが、やはり君か。今回ばかりは妙な真似はしてくれるなよ。知り合いだったのかね、ラザフォード。この者は信用できる。なんたって私の命の恩人だからね。花が手に入ったとなれば、あとは渡すだけだな。彼女は吉原の芸者でね、名を薄雲さんというそうだ。それなら話は早い。彼女の美貌は君もご存知の通りさ。では薄雲さんを探しに吉原へ向かおう。いいかな。よろしく頼むよ。いやー、緊張と期待で胸が張り裂けそうだ。さあ、まずは薄雲さんを探そう。ああ、緊張で頭がクラクラしてきた。よし、着いた。ようおいでくださんした。今日はお連れさんもご一緒でござりんすな。して主さん、今日は何のご用でござりんしょう。初めて見かけた時からこうして話がしたかった。お近づきの印にこれを。まあ、なんと麗しい。これをわちきのために。ああ、まっこと嬉しいおりんすよ。主さんの気持ち、たとえこの花が枯れても忘れはしんせん。
薄号に会いに来てみりゃバカなお客もいたもんだぜ。花なんてちんけなもん送って何がしてんだ。なんだね君は。薄雲さんは渡さんぞ、去りたまえ。まったく、野蛮なものはどこにでも湧いて出るな。こういう時は君の出番だ。とはいえここでは殺しはご法度だ。加減はしてやれよ。やる気かよ。ぶっ飛ばしてやれ。うれよ。俺が先に目をつけたってのに。で、ほら。誰。よし。よくやったぞ君。主さん、さすがの腕前でござりんした。あのお客さん、前から野暮を働きなんして困っておりんした。さよでござりんした。友達思いでおりんすな。その花を喜んでくれて何よりだ。まだ名乗っていなかったね。私はロバート・フォーチュンという。この世には君に似合う美しい花がまだまだある。もし君が望むならこれからもぜひ花を贈らせてほしい。願ってもござりんせん。わちきはいつでもここで主さんを待っておりんす。吉原の外ではこれほど麗しい花が咲くなんて、わちきは初めて知りんした。主さん、もっと教えてくださんすか。皆様、今日はまこと助かりんした。次は杯を傾けながらじっくり事の葉を交わしておりんすな。ではおさらばへ。やあ、おかげで薄雲さんとはうまくいっているよ。花を贈るたびにとても喜んでくれるんだ。ただ花だけでは満たせないものもある。彼女自身も己のことをカゴの鳥だと自重していてね。だから決めたよ。私が彼女を自由にしてみせる。そのためには今ある分では足りないほどのお金が必要だ。花を探すついでに稼いで稼ぎまくらなくては。君もどんどん買ってくれ。珍しい草花ならたくさんあるぞ。
よう。わざわざすまねえ。折り入って頼みがあってな。これは内密の話だ。他言無用で頼むぜ。上様が京都に行くってのは知ってるな。そこで護衛のために浪士組ってのを作ることになった。腕の立つもんは身分も前科も問わず雇うって方針だ。なかなか思い切ったことをするもんだぜ。京都守護職の松平片森殿は表向き農民にもロクをはめる機会を与えるためだと言ってるがよ、倒幕派をわざと招き入れまとめて片付けようって腹だろうな。見た目は色男だがなかなかの食わせもんだぜ、あの御仁は。なるほどの。幕府のお偉いさんもいろいろ考えちょるんじゃな。けどよ、倒幕派が暴発して上様に万が一のことがあっちゃ困る。真のおけるやつを組に入れて中の様子をつかめるようにしておきて。どうだ、お前さんたちに頼めねえか。八方を調べさせたが、やつが江戸にいる気配はねえ。となると京へ向かったかもしんねえぞ。上洛の一件で今京には倒幕派の藩士が集まりつつある。やつがそこに現れても不思議はねえだろう。勝さん、わしは依存ないき、引き受けるぜ。お前さんもそれでいいか。悪いな、助かるぜ。ちょうど今小石川の伝通院で大使を募ってるところだ。行ってきてくれ。もう始まっちゃうなら急いだ方がええの。ほいたら伝通院での。お待ちしておりました。いかがいたしましょう。いかがいたしましょう。他にご用件は？これはお目が高い。またご利用ください。
いらっしゃい。どんな用だい？さすが、お目が高いね。よし、来た。それじゃあな。
いい品が入りましたよ。他にご用件は？ぜひご覧ください。ありがとうございます。またどうぞ。
いい風が吹いているよ。
私たちを助けて。あんた、手を貸してくれるのかい？旦那を助けておくれよ。昨夜、近くで客待ちをしてたら怪しい連中がいてね。よく見たら、お侍の死体を堀に捨てていて、驚いてつい声が。すぐ逃げて、世話になってる旦那にかくまってもらったんだけど、私が床下に隠れていたら、あの人の方が奴らに捕まって。頼むよ、旦那を奴らから救っておくれ。ありがとう、旦那を頼んだよ。花町の路地裏の方へ連れて行かれちまったんだ。
そろそろあの女の居場所吐いたらどうだい。正直に言えば命だけは取らねえからよ。あいつらはここら辺を牛耳っている侠客どもだ。奴らの多さを倒さん限り俺たちはずっと狙われるだろう。頼む、手を貸してくれ。奴らの根城は北の田んぼのそばにある大きな屋敷だ。先に行ってくれ。俺もすぐ向かう。
んたもお一人で？威勢のいいお客人が続く日だね。こいつらを助けに来たんですかい？ま、なんでもいい。なあ、お客人、一つ取引といきましょう。金をやるから、何も見なかったってことで帰ってくれませんか。おや、交渉は決裂ですかい。てめえ、死ぬ覚悟はできてんだろうな。なんだてめえ。私らはどこか別の町へ行くよ。仲間のみんなにもあんたに世話になったって伝えとく。じゃあね。